皆さんこんこにちは2024年7月フランスの首都パリで開催されたオリンピック世界中のアスリートたちが集結し熱い戦いを繰り広げる中日本の柔道選手たちは特別な輝きを放っていました今回は男子9 0キロ級の村尾三四郎選手と男子 81kg 級の長瀬貴則選手に焦点を当て彼らが見せた技術と精神性 そししてオリンピックの舞台で生ままれた感動的な瞬間をお伝えしますシャンド・マルス・ワリーナに詰めかけた観客たちの熱気が冷めやらぬ中7月31日男子9 0キロ級決勝戦の幕が上がりました日本代表の村尾三四郎選手と東京五輪金メダリストのラシャ・デカウリ選手との対戦この試合は単なる勝負を超えた柔道の本質を問う戦いとなりました試合開始からわずか1分 村尾選手の鮮やかな谷落としが決まり会場には大きな歓声が沸き起こりますしかし柔道の世界はそう簡単ではありません2分30秒が経過したところでベカウリ選手が技ありを奪い返し試合は振り出しに戻りますそして訪れた運命の瞬間残り30秒村尾選手が渾身の内股を仕掛けますベカウリ選手は投げ飛ばされ尻餅をつきました 一瞬の静寂のあと会場は歓声に包まれますしかし審判の判定は技なし場内には大きなブーイングが響き渡りましたその後の展開はスポーツの残酷さを如実に物語るものでした残り7秒ベカウリ選手のコーチ狩りが映像判定で認められ合わせ技1本村尾選手の金メダルの夢はあと一歩のところでついえてしまいました試合直後 カメラは村尾選手の表情を捉えましたそこには深い悔しさがにじんでいましたが同時に真のスポーツマンシップを体現する姿がありました判定への不満を一切口にせず涙を見せまいとカメラに背を向けて目元を拭う姿は多くの人々の心を打ちましたインタビューに応じた村尾選手は震える声でこう語りました「悔しいな」という思いですどんな状況になっても勝つ準備をしてきた。 自信を持って戦ったがなかなか本当に自分の目指していた金メダルが取れなくて内容どうこうより負けはきついもので悔しさが残りますこの言葉には選手としての誇りと敗北の痛みが込められていました村尾選手の振る舞いは SNS 上で大きな反響を呼びました「X」では誇り高く立派だった。 カメラの前で涙を見せまいと後ろを向く姿に胸が熱くなった。武士道精神を感じた、といったコメントが相次ぎ、多くの人々が彼の人格者ぶりを称賛しました。この試合を振り返る上で、避けて通れないのが幻の技ありと呼ばれる場面です。日本代表の鈴木監督は、この判定について冷静な分析を行いました。尻ちはついていたが、デカウリ選手が畳についたのは右手のみでした。 両手をついていれば技ありだった可能性が高いですね。今大会5日間を見ていると、このような場面では技ありを取っていない印象があります。仕方ないですね。さらに、鈴木監督は村尾選手の戦略についても言及しました。村尾選手はこの階級で自分は優勝する選手だと思っています。デカウリ選手の存在が研究の対象でした。決勝で当たることを想定して何度も研究を重ねてきました。 世界選手権の時もそうでしたがポイントを先に取って取り返される展開になってしまいました同じ展開になって2つ目の技ありを取る難しさとスロースターターっぽいベカ売り選手の流れを断ち切ることができなかった前半リードしてじわじわ詰められる流れも分かってはいるんですがそれが対処しきれなかったのはまだまだ作戦が足りなかったということでしょうこの分析からは、 村尾選手とコーチングスタッフが入念な準備を重ねてきたことが伺えますしかしオリンピックの舞台では時として予想外の展開が待ち受けているのです村尾選手の物語は勝利だけでなく敗北の中にも美しさがあることを私たちに教えてくれました彼の姿勢は多くの若い選手たちにとって素晴らしい模範となることでしょう一方男子 81kg 級では 永瀬貴則選手が金メダルを獲得し日本中に喜びをもたらしました永瀬選手は決勝戦で世界選手権3連覇中のタトグリガラシビリ選手を破り見事に栄冠を手にしましたこれは永瀬選手にとって3大会連続のメダル獲得という快挙でした日本勢では谷亮子選手野村忠宏選手に続く3人目の偉業ですしかし永瀬選手が注目を集めたのは その圧倒的な強さだけでではありませんでした。表彰台での彼の振る舞いが多くの人々の心を温めたのです表彰式で4人のメダリストが記念撮影に応じる場面がありましたその時長瀬選手は金メダリストでありながら一歩後ろに下がった位置に立っていたのです特に初めて表彰台に上がった22歳のイ・ジュンファン選手に譲るような形で半歩後ろから金メダルを披露しました さらに興味深いのは決勝を戦ったグリガラシビリ選手が永瀬選手に主役として前に出るよう促した時の反応です永瀬選手は感謝するように頷きながらも後方の位置をキープし続けたのですこの永瀬選手の謙虚な姿勢に SNS 上では称賛の声が相次ぎました表彰台で姿勢いいし写真撮る時控えめですごい優しくていい人そう 永瀬さんは表彰台3回目だから初めての人に譲ってあげたんでしょう金メダリストなのに後ろめだけどむしろ武道家っぽくて良き柔道の職人武士って感じで良かったなこれらのコメントは永瀬選手の人格の高さを物語っています永瀬選手のこの行動は日本の武道精神を体現していると言えるでしょう勝利を収めながらも謙虚さを失わない相手を敬い 自分を律するこれこそが真の強さなのかもしれませんいかがでしたでしょうか村尾選手と永瀬選手彼らに共通しているのは結果だけでなくその過程や態度にも注目が集まったということです村尾選手は惜しくも金メダルを逃しましたがその振る舞いは多くの人々の心を打ちました永瀬選手は金メダルを獲得しながらも謙虚な姿勢を貫きましたこれは スポーツの真の価値が単なる勝利や記録だけではないことを示していますフェアプレー精神相手への敬意謙虚さこれらの要素がスポーツを通じて私たちに伝えられる大切なメッセージなのですオリンピックは世界中の人々が注目する大舞台ですそこで繰り広げられる熱戦は私たちに感動や勇気を与えてくれますしかしそれと同じくらい重要なのが 選手たちが示す人間性なのかもしれません。村尾選手と永瀬選手の姿は日本の柔道が単に強いだけでなく精神性の高さも兼ね備えていることを世界に示しましたこれは柔道創始者の加納治五郎が説いた勢力全用自他競泳の精神そのものと言えるでしょうこれからも彼らの活躍に注目し一緒に応援していきましょう最後までご視聴いただきありがとうございました 今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。